それではご質問を受けたまわりたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、ではまず最初にどうぞ。テレビ朝日の村田です。今ご説明いただいたアルプスの件について4つお尋ねします。最初に質問をすべて申し上げますが、この B 系から14日から17日までと思われる間にどのぐらいこの汚染があまり落ちていない水が出ていったのか、このサンプルタンクの810トンを除いてですね、どのぐらいだったのか分かれば教えていただきたいのが1点目。それと2点目は J1 エリアの21基についてはこれはサンプルタンクとは違って洗浄したりするような計画がないということですので、今回この高い濃度の汚染水が混じったことで境界線量の上昇には問題ないレベルかどうかという点、3点目は水バランスについてなんですけれども、この中長期ロードマップや現地調整会議でご説明されている水バランスのご説明の際に2月の下旬から3月にかけてはこのタンクの容量の空き分が非常に逼迫しているシーズンであるとご説明をいただいてます。今回のこととは別に今この時点でどのくらいのタンクの空き容量があるのか、つまり空のタンクはどのぐらい容量が今あるのかということですね。それとこのアルプスのこの問題によって、その空き容量がどんどん埋まっていってさらに逼迫するような懸念はあるのかどうかという点です。4点目は これまでこちらの会見でもよくアルプスのホット試験というのはいつ終わるんですかという質問が出ていたと思いますが、中長期ロードマップでは確か今年の9月末かあるいは10月に増設アルプスと高性能多角種除去設備ですかを稼働させて1日1960トンを処理する計画でいますけれども、この計画に今回のトラブルが影響するのかどうか、それを教えてください。はい、まず順番にお答えしようかと思います。14日ですね、 BK 14日から17日の間に処理した水と BK で処理した水というのはおよそ900トンというふうに、見ております。同じ期間に AK や CK でも処理をしてございまして、合わせて AK、CK が1600トンほど、処理をしてございます。でこれらが混じった形で J エリアの方に行くことになりますから、そういう意味から言うと、2500トンほど、汚い水というものができてしまったということになります。でそれが1点目です。それから J121 基の側、こちら J1 今汚い水が入り受け払いタンクに入ってございますので、そういうところから言いますとそれをすぐに洗浄するというのは、今現実的な選択ではないと思ってございます。ですので、将来どうするかということはもちろんあるわけですが、まず、J1 エリアの中で、どのタンクまでどのぐらいの汚染が進んでいるかということはまずは一旦状況確認はすべきであろうというふうに思ってございますので、そちらをまずしたいと思います。そうしたことを踏まえた上で、最終的に線量への影響というようなことというのは見ていくことになるわけですけれども、いずれにしても、現段階であるともないとも申し上げにくいわけでございますが、目標としての線量の低減というのは、来年度いっぱいの中でのことでございますから、そうした中で、処置をしていくということで、何らか目標にミートしていくようにしたいというふうに考えてございます。2個目のご質問については以上です。それから、3個目のご質問で、ちょっと今水バランスの話ということでございますが、
ご覧になっておられる資料というのが、3月の12日の原子調整会議等々の資料かと思うんですけれど、ちょっと今ほど、それがどのくらいクロスしているかということについて、ちょっと手元に数字を持ってございませんので、即答はしかねるかなと思っております。ただ、多分ご質問の趣旨として、全体として2月時点でタンクというのがそもそもどのくらいあるのかと。いうところにもう一つ関心、そして空きがそもそもどのくらいあるのかということかと思います。こちらにつきましては、資金の整理ということで言いますと、2月のロードマップの説明資料の冒頭のところにいつも構内のタンクの総量、仕分けごとの総量であったり、空き容量がこのぐらいということは示してございますので、ご覧いただければと思います。それから、ホット試験の話ということで、まあ、増設アルプスあるいは構成のアルプスというのが、まあ、当然出てくるわけでございますけれども、今回の事案がそれらに何らか影響を与えるかどうかということでございますが、これは現時点では直ちにそうしたところに影響が与えるような状況や内容であるというふうには思ってございません。まあ、いずれにしましても、現状進めていますホット試験の中で出てきたトラブルであったり、あるいは改善点というのは次の設備を作るときに反映していきたいと思っております。ありがとうございます。はい、では一番こちら側の後ろの方からどうぞ。読売新聞の上村です。該当する21基にはどのくらい水が入っていたのか、まず教えてください。はい、この21基ですけれども、大体 70% ほどの、貯留量でございました。で、1基が1000トンタンクでございますから、1000×21 の 70% 程度というふうに、ご覧いただければと思います。あと、J1 以外のアルプス処理水の受け入れタンクというのは何基あって、どのくらい今容量があるのかという。すみません、今ちょっと細かい数字は持ってございませんが、タンクにつきましては、新たに作ったタンクというのはアルプス用に割り当てて、新規のものはできるだけ割り当てるようにしておりますので、全体のマージンの中で新規に作っているもの、特に J エリアで作っておりますけれども、こちらの方を割り当てていきたいと思っております。ちょっと今数字は手元で持っておりません。ちょっと分かり次第教えて、確認の後ほどご回答させていただきたいと思います。はい、あと週3回サンプリングをすると、毎日すればいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、3回という根拠と、あとこういうサンプルタンクに、そのままサンプルタンクというのはそもそもどういう役目なのかっていう、そこら辺を教えてください。はい、まず、出口水のサンプリングというのを個別に行っていたというのは、現在系統試験中でございますから、系統個々の性能を把握していくという目的で、出口付近からサンプリングを行っていた。で、これが週に3回ということで行っておりましたということです。で、もう一つ、サンプリングタンクの役割ということでございますが、こちらの方は、処理した水というものがそこに一時的に貯留されて、移送先の方に持っていくまでの一時貯留場所という形で使ってございました。ただ多分おっしゃりたいことというのは、今回のように、汚染した水というのが、貯留タンクの方に回っていくことによって、そうなる前に気がついて
処置ができれば当然いいわけでございますから、そうしたことに対して、改善の余地はないのかという趣旨かと思います。そちらについてはおっしゃる通りかと思っております。これは何かそのマニュアル化しているものではないんですか、週3回モニタリングして。現在やはり試験をしているというところでございましたので、最終形という形よりは個別のラインの個々の状況というのを見ていくという目的で、まあ、ここに限らずラインの途中途中からかなり細かく取ってサンプリングして、評価をしているわけですが、まあ、それが比較いずれにしてもサンプリングで確認していくということですので、まあ、連続的に確認していくというのはちょっと設備的に難しいということでありました。特になんかそういうものはないと、はい、で、サンプリングしない日も流す、いわゆる受け入れタンク側に流すということも特に、はい、これはそうですね、来た部分は処理できたものは次のところに移送していく必要がありますから、まだ回数を増やしていきたいとかそういうことは、まあ、ですから、まあ、どうするかということは設備との兼ね合いで、合理的に考える必要がありますけれども、ご指摘のように下流側の貯留タンクの方に、まあ、ある意味汚れた水というのを回していくというのは当然好ましいことではありませんし、それから、サンプルタンクはまでで、ありますとサンプルタンクから入り口の方に戻して再処理をするというラインももともとサンプルタンクまでは持ってございますから、まあ、サンプルタンクで、影響を食い止めるということが、まあ、本来期待されるわけでございますので、そうしたことを踏まえた上で対応については考えたいと思っています。ありがとうございました。そうしましたら一番後ろの方どうぞ。 NHK の花と申しますが、ちょっと同じくアルプスの関係で何点かちょっと基本的なことから伺わせてください。この BK 側の性能が落ちた原因なんですけど、まあ、今まであまりその腐食とかありましたけど性能自体が低下するっていうことはなかったと思うんですけど、まあ、普通に考えると吸着灯の関連かなという気もするんですけど、そのあたりはまあどういうふうな、まあ、実際どういうふうな調査が今行われてて、どこまでその評価が出ているのかから伺わせてください。はい、現状ですね、まさに調査中ということでございますから評価結果は出てございません。ただ、今回見ていきますと A と C は全く問題がなくて B だけですということです。で、 B だけ最近特徴的なことということで何かありましたかということで見ていきますと、パワーポイントの資料の1ページ目に書いてございますが、3月18日うんぬんと書いてありますが、クロスフローフィルターの洗浄作業のために停止していた BK と言いますけど、これBK の、クロスフローフィルターという設備が、詰まってきまして、でその関係での補修を行って14日より前、確か13日だったと思いますに、再起動してございます。で、その後14日の時点では特に値としては異常はないわけですが、17日のサンプリングで異常が出てますので、何らかその関係の作業というのが関連がある可能性はあるだろうというふうに思ってございまして、そのあたりも一つの着目点として調査を進めております。すみません、今のお話で13日にクロスフローフィルターを新しいものに取り替えたっていうことなんでしょうか。3月の初めにクロスフローフィルターが調子が悪くなりまして、それで、3月の初めに停止して、クロスフローフィルターの一つを取り替える作業を行いまして、取り替えた後、取り替えた結果を踏まえて立ち上げを行ったということで、その後のまあ、立ち上げたのが13だったと思いますから、それから数日後に今回のことが起こってますので、関連がある可能性は視野の中に入れながら調査をしております。分かりました。18日 の、 この洗浄っていうふうなのは、これはこの能力低下とは関係なく
何か行う、まあ、定期的なものです。そうするとこのクロスフィルター、まあ、ちょっと詳細はもちろんこれからだと思うんですけど、まあ、基本的にまあゴミとか取る前処理のものだと思うんですけど、そのあたりがまた何かしら影響している可能性もあると。そうですね、クロスフローフィルターというのはおっしゃる通り前処理で使っているものでございまして、前処理で薬品を入れまして、前処理で物質を取っていく。で、取ったものがスラリー側の方に入りまして、でスラリーと水を分けてスラリーの方を戻していくというそういうフィルターなんですけれども、まあ、そこの箇所でございました。わかりました。あと AK とですね CK が性能に異常ないっていうふうなことなんですけど、まあ、要はいつからいつ頃こう復旧とかですね、どういうふうなプロセスを経るかっていう点なんですけど、こういった場合まあ水平展開して原因究明まで待つのか、まあ、それともまあとはいえ処理を止めていくと、まあ、RO がたまるのでもう再開するのかっていうふうなどちらの判断にするのかっていう部分はあると思うんですけど、そのあたりはどのように考えてるんですか。はい、そちらの判断については多分原因系のことととも多少関係がしてくるというか、当然関係がしてくるであろうというふうには思ってございます。ただA と C というのは、まあ、全く今現在異常が見られてない状況、それから、まあ、C の方が個別の、あ、ごめんなさい、 B の方ですね、ちょっと個別の事情によるものであるという可能性が高いということになってくれば、A と C について早期に運転再開をしていくということも当然一つの選択肢に入ってまいります。いずれにするかということについては検討中であります。まあ、極端な話を言うと ABC のサンプルタンクを開けて除染して B から流さないで A と C からだけで処理して受け入れタンクがあれば、まあ、処理の再開できる、はい、それで成り立つということになります。おっしゃる通りであります。3ページに系統図がありますが、サンプルタンクが4つほどありまして、 D は新品で残してありますので、これはすでにきれいなタンクです。で、まあ、2系統運転しようとしますと容量的にはサンプルタンク2つは必要ですので、残りのサンプルタンクの方の除染と ABC の方の除染ができてくると、おっしゃるような運転は可能になってまいります。わかりました。あとはこのタンク関係の影響なんですけど、まあJ の方に汚染された水が混じったっていうので、まあ、これはまあ、良いことではなく、まあ、RO 用に使うのかなという感じはするんですけど、そのアルプス用の受け入れるタンク余力っていうふうなのはあるんですか。はい、そういうことから言うと、もともと J エリアで作ってるタンクというのはアルプスの受け入れ用のために、メインで作っていたということでありますので、今回J1 で入れてしまったものが汚れてた水であるということで RO 用に使っていくという形に、まあ、ある意味ならざるを得ない部分があって、そのこと自身は決していいことではないんですけれども、対流水の総量が変わるということではありませんので、全体としてのタンクバランスには影響してこないというふうには思っております。つまりそのアルプス用の処理水を受け入れるものがあれば、そのタンクマネジメント自体にはクリティカルな影響は出ないっていう理解でいいということですか。はいはい、それは成立し得るということです。わかりました。次ご質問いかがでしょうか。はい、じゃあ木野さんどうぞ。フリーの件ですけれども、すみません、ちょっと冒頭外に出てしまって聞き逃してしまったんで、ダブってたら申し訳ないんですが、まず先ほどこれサンプリングが週3回というのは出口のところのサンプリングという意味ですか。サンプリングタンクのところのサンプリングですか。出口のところです。このサンプリングタンクなんですけれども、もともとの役割はその後 の処理水のところに回す前にですね、ここで放射能濃度が告示濃度限度以下になっていることを確認するためのものだったと思ったのですが、そういう目的で理解していいですか。先ほど申し上げた通りでございまして、まあ、現在そういう運用してございませんでしたけれども、まあ、今回のようなことということから踏まえて考えれば何らか対処を考えたいということであります。現在そういう運用してなかったということは、最終的にその各種が告示濃度限度以下になっているというのは
出口のところで確認してそれで終わりということだったんでしょうかね。現在性能確認を行っているところでございますから、出口のところで、サンプリングタンクに混ぜてしまうということは、要はその大きな一塊の平均的な状況ということを見ていることになりますので、その時その時のいわゆる瞬間値というのを確認したいということで考えると、出口で見ていくということになりますし、まあ、その頻度が週に3回であったというようなことでございますので、まあ、そういうことから言いますと、フォト試験の中での各系統の個別のその時その時の性能を見ていくというのに、ある意味目のいった、サンプリング計画であったということではございますけれども、先ほど、ご質問いただいたとおりでありまして、まあ、こういったことを防いでいくためには、サンプリングタンクまでのところでの確認の仕方ということについては改善を要するとは思っております。それからこのサンプルタンクが ABC3 つ使っているんですけれども、これはどういう運用をしていたんでしょう。そうするとただなんていうんですかね、これはバッファー的な運用してございます。ただのバッファーであって、はい、本当にもう確認も何もしないで、出口のところで確認をして、それ以降は単なるバッファーとして使っていて順番に回していたと、はい、でそれがそうすると、まあ、本来サンプルタンクできちんと確認をしていれば、汚染が広がる前に、まあ、1個であるいは済んだかなというのが3つに広がってしまったということですか、ね、はい。ですね、そうすると先ほどこのサンプルタンクを、まあ、除染すればもう1回、まあ、再開もできるというようなお話があったと思うんですけれども、これ今の運用している以上は別にそういう意味では除染する必要もないということなんですか。ちょっと除染する必要がないというのがちょっとどういう意味でおっしゃってるかあれですけれども、最終的に要するに本来サンプルタンクで下がっているか黒人濃度限度以下であることを確認するという本来の目的で使ってないのであれば、特に除染する必要もなくそのまま使えるわけですよね。そういう運用になっていたわけですよね、これまでも。まあちょっと何を重視するかによってちょっと変わってくるんですけれども、まず基本としては今フォット試験で性能を確認をしていくという意味においては、サンプリングポイントというのは出口のところで個別の割と短いスパンの瞬間データをしっかりと積み上げていくということが必要だということはございます。で、まあ、その上でサンプルタンクのところですけれども、これからまあ J エリアなりなんなりきれいなタンクに入れていくわけですから、まあ当然よりきれいな状態で、タンクの方に送れればモアベターなわけですから、まあ、そういう意味では、除染をしていく ABC のタンク除染をしてい、くということが、望ましいということになります。ただ敷地境界の線量を下げていくとかそういうニーズから考えますと、アルプス水を要はアルプスで処理ができている状態で、移送ができているということであれば、まあ放射性物質の大半が除去できている状況でありますから、まあ、そういう意味では、全く効果がないということではないと思っています。ただ、まあ、今ほど申し上げているとおり現在考えているのは、未使用のデータンク、これはきれいなタンクです。それから、ABC の方、除染をして使用していくというようなことを考えているところです。いや、お伺いしたいのは、もともとそこで確認をする作業をしていないのであれば、特にそのバッファタンクを通す必要がないわけですよね。そこを飛ばして直接 J の方に送るなりということというのはされないんでしょうかね。あ、そういうことですか。それは可能性としてはあり得ると思います。ただ現状の移送ラインがそこを通ることになってございますから、移送ラインと要はアルプス処理を早期に再開していくと、で C の方については、あ、 B の方については比較的時間がかかるかもしれないけども A と C については早く再開できるというような状況の中で、どうするかということの場合の中では、それはもちろんオプションとして移送ラインの、改造というのは
あり得る話だと思います。ただ今時点でどうこうするということを決めているわけではありません。それからもしこのバッファタンク、サンプルタンクをバッファとして使うために除染するのであれば、そこに水を入れたときにやっぱり酷似濃度限度以下になっている必要があるわけですよね。基本的にはその後の J に送る前の状況を考えると、でそうすると相当除染しないといけないと思うんですけれども、そういった要するに一度ある意味RO の濃縮水と同じようなものを入れてしまったものを、完全に酷似濃度限度以下にするような除染って可能なんでしょうかね。そうですね、そうしたことも含めてしっかりやらなければいけないかなというふうに思っております。いや、しっかりやるかどうかではなくて、その可能かどうかというのをどのように考えたらいいんでしょう。決して不可能ではないと思ってはございますが、それはある意味時間と労力との兼ね合いの中で何が合理的かということになってくるかと思うので、そうしたことを見極めた上で決めるということです。可能不可能ということであれば可能だと思っております。分かりました。あともう一点だけ、先ほどタンクの全体 そのバランスの中で、これ以前何したっけ、年度末から次の年度にかけて余裕が少ないというご説明をされてたと思うんですが、先ほどの方と同じ質問をダブるんですけれども、その時にもその余裕が少ないというのであればどのぐらい少ないのかをきちんと数字で示してほしいという要望が複数の記者からあったわけで、それに対する回答は今のところまだないわけですけれども、これ今日もまだわからないんでしょうかね。はい、これいつわかるんでしょう。いつわかるというかですね、いつ公表していただけるんでしょうか。そのわからない数字がないわけではないと思うので、なぜ公表されないんでしょうか。なぜということもございませんけれども、いずれにせよ今答えはまだ入手してございませんので、お答えしかねます。数字がないにもかかわらず余裕がないというご説明をされていたんですか。そんなわけないですよね。まず当日でございますけれども、グラフによって示してございますから、そうしたグラフによって、状況としてそのあたりがクロスしているということについてはご覧いただけた通りかと思っております。それからその個別のポイントの細かい数字がいくつなんですかということを、改めて確認をするというところが、どれほど必要なことかということもございますけれども、メッセージとしてはその頃厳しいですねということがメッセージでしたから、それに必要な情報というのはグラフの形で出させていただいていたと理解してございます。グラフの根拠になった数字を出してくださいというお願いです。そうでないとざっくりしたグラフではさっぱりどのぐらい余裕がないのかというのが分かりませんので、分かるように説明をしてくださいということです。それはあまりにもちょっとなぜ情報を隠すのかよく分からないんですけれども、隠すということでは決してございませんけれども、いずれにせよ今ほどデータは持ってございませんし、そうしたデータの確認については、当方としても確認をしているところでございますが、今十分な返事をいただいてございませんから、お答えはしかねますということです。はい、次ご質問いかがですか。じゃあこちらの柱の前の方。すみません、朝日新聞の畑野と申しますが、このアルプスの件で、週3回のサンプリングというのは、そのサンプリングによってその全ベータである時もあれば別の各種を取っているという話もありましたが、もう少し細かくはどういう運用になっているのか教えてください。すみません、ちょっと今、当該の対応しているものが事故の状況確認であるとか調査の方に、かかりきりになっているところがございますので、ちょっと細かいところまで私も確認しようと思っているんですが、現時点で確認しきれてございません。整理ができたところでお話しさせてください。分かりました。でそれで14日に示されている10の事情オーダーの出口水、 BK の出口水の濃度なんですけど、これはじゃあその、レギュラー その週3回のサンプリングの一環として取られたデータという理解でいいですか。そういうことではございませんで、14日に取っていたものでは全ベータというのは測ってございませんでした。ただし、今回のことがありましたから、遡って前回の時にどうだったかということでサンプルが残ってございましたから、それで測り直したものです。
そうするとレギュラーで全ベータを取っていたのはあの3月のあるいは2月になるのかもしれませんがいつなのか。あの先ほどの通りでございますので、あのあなるほど少しは分かります。分からないということなんですね、はい、なるほど。まあ、ただこのことから分かることとしては、3月の14日時点においてはラインに異常は見られてなかったということが分かりますので、何らか値が変わったのはそれ以降であろうということです。分かりました。それとあの、まあ、A と C に関してその、残っているサンプリングタンク D とあと除染する他のサンプリングタンクを使ってで 他のですね、タンクに移送していくことはまあ可能であるということであったんですけれども、今回その J1 まで行く配管などについてもこれは除染が必要になってきますよね。もちろんフラッシングなどをすることになります。この配管ってまあ長さでいうとどのぐらいあるものですか。すいません、ちょっと確認させてください。あの距離から申し上げるしかないかと思いますけれども、直線距離としては結構、まあ1キロ弱とかそのぐらいになるのかと思うんですけれども。そうですね、アルプスがあるところから言います と、直線でちょっとお待ちください。アルプスがあるのがこちらです。サイトで、発電所でアルプスがあるのがこちらの場所になります。それから、J エリアというのは、ちょっとこの写真には写ってませんがこの領域です。J1 で今タンクができているのはちょうどこの今森になってますがこの辺りです。ですから、まあ、ここからここということですから、そうですね、ざっくり1キロぐらいですかね。まあ、真っ直ぐ行くわけではありませんからそのぐらいかと思います。分かりました。でそれとあとそのサンプルタンクを除染するのにはどのぐらいの日数がかかるんでしょうか。それちょっと今何とも分からないです。あのこれはあの具体的に計画を立てて作業を始めて、その結果としてあの比較的簡単にきれいになるか、あるいは少し手当てをしなきゃいけないところが出るかによって変わってきますので、これは今何とも申し上げられません。先ほど木野さんの質問の中でもありましたけれども、その RO 水に近いようなものを一回入れているタンクですので、場合によってはその除染をせずにタンクを取り替えるということもあり、あのそれはオプションとしてあのあり得る話ですから、まあ、どういうオプションがいいかということですね。これはスピード感とそれからニーズとの兼ね合い等々によって決めればいいことかと思っております。分かりました。で J1 まで行っている配管っていうのはあの途中他のところにも枝分かれしているんじゃないかなと思うんですけれども、それはどこのタンクエリアにつながっていっているっていうのは分かりますか。今ちょっと個別のところまでは押さえておりません。今までの、まあ、トータルのことを伺うと、まあ、少なくとも、サンプリングタンク1つ1000トンの容量のものを除染するなり何らかの手当てをして、かつその、汚れてしまった長い配管を全て除染するなり、これもやはり取り替えるなりすると、そうするとそれなりのやはりあの工事になるかと思うんですけれども、それまではやはりじゃ長い間アルプスは運転できないという状況に入っていることは間違いないということですか。必ずしもそうは言えないと思ってます。あのアルプスを運転して、まあ、変な話ですけれども配管等の内側にあるものっていうのは、まあ、フラッシングって言いますけども、要はきれいな水を通すことによって、要は1回通すと何分の1とかって、まあ、こういう形で減っていくわけですので、それを何回か繰り返しますとその何かける何乗ということになりますから、まあ、急速にきれいになっていきます。ですのであのフラッシングをまあ何回か繰り返すことによって相当程度あのきれいにできるのではないかというふうには思ってございます。それが一つ。それからあの今現在そのアルプス水の処理をまあ進めていくということで言いますと、入ってくる水に対して、配管の表面にの面積というのは非常に少のございますから、まあ、実際問題として、十分フラッシングをすることができれば、下流側のタンクの方に影響を与えるようなことというのは、まあ、ほとんど考えられないというところまで持っていくと、そこまで除染していくということが技術的に
そのものすごい困難なことなのかというと必ずしもそうではないと思っております。ですから今のお話で長期間停止は確定かというようなことから言いますと、決してそういうことではないとは思っております。ただスケジュールがどうですかというのは見極めということが必要でございますし、それから先ほど申しましたけれども現在鋭意原因の調査をしているところでございますから、そうしたもののケースによって、見極めの判断によって先に A や C にも手入れをする必要があるような内容であればそれはしますし、特にそういうことでなければAC を早く復帰させていくという選択は当然あるというふうに思います。それとすみませんちょっと細かいんですがこれ、タンクエリアに移送するときにその一応サンプリングタンクの中のっていうか、その度に一旦そのサンプルは取っているという話であったんですけれども、そのサンプリングタンクの中の水ではなくてサンプリングタンクに入る水をなんか取っているという話だったんですが、それは なぜなんでしょう。なぜサンプリングタンクの中の水を取ることができないんでしょう。取ることはもちろん可能なんですけれど、今要はサンプリングタンクの中というのは AK、BK、CK の水が混じっちゃった水になるわけです。で、現在ホット試験をしてますから AK の性能、BK の性能、CK の性能というのを個別の性能を確認しながら評価をしていきたいわけですので、個別に見ていきたいということから言うと個別の出口で取る必要があるというのが一つ。それから例えばサンプリングタンク1個につきましても大体1000トンぐらいございますから、そうするともちろん稼働率にもよりますけれども、稼働率や流量などにもよりますけれども、一つの系統で、今バッファー的に使ってますから3000トンのところにこう貯めていくということでありますと、要は250トンのフルで運転しても10日分とかそういうことになるわけです。つまりある運転状態のある瞬間を切り取ったデータを取っていきましょうということを考えると、貯めた状態で見ていくと非常に見方が荒くなっていくということになります。ですから経路の途中からサンプリングをしていくというところが個別の系統の個別のタイミングで取っていくということになっていたわけです。最後ですが、サンプリングの運用に関して、その改善の余地あるというようなお話であったんですけれども、具体的にはどういうことが考えられるんでしょうか。はい、これはちょっと方法論はいくつか考える必要があると思ってますけど、今私が申し上げたのはいわゆる機器の性能試験ということの目的でいうとそういうことになるわけですけれども、そこで製品ができたその製品をストックヤードに持っていくという観点で考えればサンプリングタンクのところで製品確認ができているというのが当然必要になってくることでしょうから、そうしたことができるような運用の仕方であったり、あるいは、そうは言ってもサンプルタンクで汚れているのが気づいてまたサンプルタンクを除染するというのも手間ですから、もう少し手前で入る段階のところの頻度が上げられて早めにチェックがかけられるならそれも望ましいことでしょうし、そうしたことがどこでやるのが要は実効的かということは少し考える必要があるというふうに思っています。はい、では後ろ村上さん、次どうぞ。すいません、フリーランスの村上です。いくつか質問したいんですが、先ほどクロスフローフィルターが直前に、交換をしてたというお話でしたよね。これ、BK 見ると2箇所ありますけど、そのどちらの方なんですか。高段の方だったと思います。2の方になる、はい、あと、細かいことの確認なんですけど、このサンプルタンクっていうのは要はアルプスタティアの右手海側に4個並んでいる正方形かなんかに4個並んでいるあのタンクのことですかね、はい、でちなみに細かいことなんですけど ABCD の位置関係ってどうなってますか。すいません、それはちょっと後で分かったところでよろしいですか。はい、確認お願いします。それで、もう一つに、先ほどその、タンク、場合によっては交換という選択肢も、あるというお話でしたけども、確か私の記憶でサンプルタンクって組み立て式だったと思うんですけども、その場合は
万が一タンクを交換するとかっていう場合は、あの組み立て式ではないものにするということなんでしょうかね。あの先ほど私申し上げたのはケースとして可能性の範囲の中でそういう可能性というのはあるでしょうということで申し上げたので、具体的な計画があってどこということではございませんから、あのそういう意味から言うと、じゃあ仮に変えるのであればどういうタイプですかということについて、あの今具体的に申し上げられるところではないと思ってます。それとあの J1 エリアの方なんですけども、この要は赤で囲った21個が、BK からの受け入れということなんですよね。赤というか、そう、オレン、あ、そうですね、オレンジ色で赤で囲ってある部分です。で、この隔離バルブがバッテンコしてありますけども、ちょっとすいません、はい、あの先ほどの説明聞き逃したかもしれないんですけども、現在この隔離バルブバッテンついてるところは閉まっているという理解。これはあの状況を確認した後にこのように閉めたということでございます。で、今ですね、要はバッファータンクに、失礼、サンプルタンクに入っている ABC の、まあ、約800トンございますけど、これ残水を処置していく必要がありますから、処置の持ってき先とすると、この受け入れタンクですねに持っていくというのが、まあ、ある意味実質的な選択肢になってくるわけですので、まあ、そうした準備を進めておりますので、その受け入れの兼ね合いでいくつかの連結弁は開けている可能性はありますが、ちょっと今の瞬間どういう形になっているかは、すいません、わかりません。そうすると、結局その、現状では最大限21個に汚染が入っ、その要はあまり、そうですね、この BK の、 あの10の7乗オーダーの水が入っている可能性が全てにあるってことになるわけですか。それはないと思います。というのは、はい、あのこの21個に入っている水というのは、まあ、大体あの21個で、2万1000トン、その 70% ということでいうと、まあ、14万トンぐらいあるわけですね。あ、1万4000トンぐらいあるわけですね。それで、先ほど申し上げた通り、この14日から18日までの間に ABC で処理した水の総量というのはだいたい2500トンぐらいですから、その2500トンを入れて1万4000トンで全部進めてしまうともっと薄くなるわけですし、それから入り口のところからそのタンクが連結面で一個一個列になってつながっている格好になっているわけですから、それ以前にはきれいな水が入っていたわけですから、きれいな水を押しのけながらだんだんその入り口の側のタンクから攻めてくる格好になるわけです。ですから、全部が汚くなっているかどうかというところまでは分からないと。そしたらこの、隔離バルブのその要は、状況、あの要は確認、J1 あたりこの14日から18日この、まあ、移送してた段階での隔離バルブのその開閉状況っていうのは確認できますか。あ、それはできます。つまりこれは赤で囲ってある21個に移送してたのですので、その時は連結面は全部開いてるわけです。全部開いてた、全部開いてて入れてるんですが、その後で要はあの事象が分かった後で一回隔離弁を閉めて水の動きをなくした状態でどのタンクがどういうふうに汚れてるかっていうことを確認するための作業に入っているということです。で、その結果が出てくると、あのタンクのどこは非常に濃くて、どのあたりになると薄くなってきて、このあたりからあまり影響がないねというようなことが分かってきますので、まあ、そうしたことを念頭に置きながら次の処置の検討材料にしたいということです。で、そのために一回水が動かないように隔離弁を閉めたということです。それと先ほどその、直前の作業としてそのクロスフローフィルターの2位を交換したことが、まあ一つ、影響として考えられる可能性があるというご説明でしたけれども、それ以外にこの直前の時期に何らかの影響を与える作業というのは他にはあったんでしょうか。そうですね、あの1ページに書いてある通り三洗浄という作業をしているわけなんですけど、これ自身は、まあ、日常的な作業もでもございますから、特に目立つところはないんですけれど、要は直前に BK というのはクロスフローフィルターの調子が悪くなりまして、その悪くなったことによって一時停止して交換作業等を行ったわけでございますので、まあ、それが他と全くその違っているポイントだとは思ってます。
わかりました。ありがとうございます。ちょっと待ちくださいね。はい。あ、すいません。他にご質問のある方いらっしゃいますか。はい。じゃあ、前の方からどうぞ。その、じゃあ次に、後ろの方どうぞ。ドイツテレビの西里です。いくつか質問があるんですけれど、アルプスなんですけれども、A と C は、何の問題もないということなんですが、確認なんですけれども、多核種、トリチウム以外の除去ができているというそういうことでしょうか。どうぞおっしゃってください。それが全部質問全部言うんですか。それから例えば B 系出口1億ベクレル、あ、ごめんなさい、7BQL ということは、0が7つってことですね。10の7倍ってことですよね。ということは7億 1.1 ですから、7億7000万ベクレルということでよろしいんですよね。よろしいかと思います。はいはい、これは核種は何なんでしょうか。このベクレルで出た核種は何かっていうこと、はい、それからこの放水口付近護岸の詳細分析結果のこのサンプリングなんですけれども、3月16、18というのは18、16ものすごく数箇所しかサンプリングしてないんですけれども、それ以外のはこれは調べていないということなんでしょうか。その理由はどうしてかということと、それから500万ベクレルのストロンチウムが出たこの1のナンバー1の2なんですけれども、一番最初にこの資料をいただいたときに、この表紙に出ている地図でちょっと私は見つけられなくて、ゆっくり見たら見つけられるのかと思って、今日も見たんですけど、この1の2っていうのがどこなのかちょっとやっぱりわからないんですよね。それを教えていただきたいっていうことと、この500万ベクレルっていうのが7月の5日ということで、これは前回公表までの最高値っていうことなんですけれども、この7月5日といえば、この日の同じ日の、全ベータが90万ベクレルということで、これが、まあ、矛盾するということで、その後の、まあ、今現在発表されない形になっているわけなんですけれども、これは毎回同じ数字が同じ形で出てくるわけなので、今私どもが知りたいのは、分かっている一番最近のところを出していただけないかと思うんですけれども。以上でよろしいですか。はい。はい、まず A、C は問題ないということですが、トリチウム以外はどうでしょうかということでございます。でこれは、ホット試験を行っている中で、ホット試験ですね、ホット試験をやっていく中で、各種の除去性能というのは確認をしているところです。でその中で62各種のうち、4各種についてはさらに、トリチウム以外ですよ、トリチウム以外の4各種についてはさらに、除去性能を上げた方がいいだろうというようなことが分かってまいりまして、ラボの試験によってこういう方法を取ればより性能が上げられるというようなところまで分かってまいりました。ですからそのこともホット試験の中の装置に組み込んで確認作業を進めていたところです。
ですので他のものはどうですかというとトリチウム塩害についても課題が全くないわけではありませんがそれについては解決のめどが立っておりますのでその検証を進めていたところですというのが1点目の答えです。四角種というのは何ですか。四角種今ちょっと空では言えませんけれども委員会等の報告書の中に個別に出させていただいておりますので、ご覧いただければと思います。それから2点目ですけれども、BK の出口の各種でございます。こちらの方は全ベータで見ておりますので、そういう意味から言うと各種同定はできてございませんが、この濃度で出てきているというところからすると最もメジャーな各種ということで言えばストロンチウムの可能性は高いだろうというふうに思っております。それから3点目ですけれども放水口のサンプリング3月の16日18日数が少ないようですがということですが、これは測定箇所たくさんございますけれども順巡りで測定をしていきましてサンプリングをしていきまして結果が出るものを毎日公表してございますので今日の分がこれであったということでご理解いただきたいと思います。それから、50万ベクレルの場所ということですがこれちょっと言葉で言っても分かりにくいので後ほどここですということでご説明したいと思います。この表紙の地図には出てないってことですよね。この表紙の地図ではちょっと見にくいというよりもこの絵の中ではちょっと出てないですね。出てないですがどこの場所がどうかということは別途資料を出させていただいておりますので口ではちょっと説明しがたいと思いますから後ほどご説明したいと思います。追加なんですけれど、その例えば3月18日、H3 は分析中なんですけれど、ストロンチウム90については横バーなんですけど、これはどういう対象外です。対象外。対象外。はい。それぞれの場所において、サンプリングの頻度であったり、対象各種であったり、決めてございまして、でその結果が出たところで出してございます。でストロンチウムなどについては測定に非常に時間がかかりますから測定箇所というのは、限定してございましてその結果が出るたびにそこには書かせていただいておりますから常に最新の測定結果をここの場所でお示しするようにしてその日々出てきたものをお示ししているということであります。では分析中ではないんですか。分析中であるものに関しては、分析中というふうに書いてございます。そうすると横バーはどういうことなんですか。横バーは対象外の項目というふうに中記で書いてございます。対象外、はい、ちょっと意味がわからないんです。対象外というのは測定しないという意味です。この細かく過去のっていうのには1の9は書いてありますよね。1の9の中でも、はい、ストロンチウムのサンプリングというのは毎回のサンプリングごとに測定をしているわけではございませんから頻度などが違っておりますので常に測るわけではないということです。と18日は測らなかったということです、ね、対象外になっているということです。測らない対象になっていると。そうすると、ストロンチウムは毎日測っていないっていうことなんですね。そうです。この全ベータとストロンチウムの値が、7月5日で言うならばありえないっていうかストロンチウムの方が何倍も大きいということでですけれどもその問題は今も続いているわけなんでしょうか。これまでの経過レビューしていただければお分かりになるかと思いますがまず、7月の5日の50万と90万の話というのが、問題の発端ではございませんで、別の件から議論になったということでありますけれども現在、500万ですよね。ごめんなさい500万ですね。現在においてはデータについては測定したものは全て出してございます。そうするとこの1の2について7月5日以降のどこまで分かってるんですか。どういう意味でしょうか。何日までだったら分析が終わっているんですか。そういうことですか。
ある時から今まで一番た、はい、10メーターについてはずっと測るたびに 毎回出しておりますから、あのちょっとこれ全部最近のものを積み上げてみれば分かりますけれども、あの全部データとしては公開してございますから、ご覧いただければ分かるかと思います。こういう矛盾っていうか不思議なことは起こってないですか、数値的に。そうですね、それから特に起こってないかと思います。あとですね、まあ、測定の過程の中で、改めて評価し直さなければいけないということで出てきたものがいくつかございますが、それらについてはこういうデータが出ているけれども、これは現在評価中であるということで全般あの開示させていただいたところですから、そういうところから言うと、まあ、おっしゃるようなところに関してはすでにあのお示ししながら話をさせていただいているところです。そうするとこのような不思議な数字が出てきた理由っていうのは分かったんでしょうか。あ、これは分かっております。やはり計器の使用ミスとか、こちらにつきましてはあの非常に濃度が高いサンプルの測定において計器がダイナミックレンジを外れてしまって正しい値を出さないという状況ほどの濃度のものであったということですから、それに応じた測定の仕方等に変えるということが必要だということです。そうすると7月5日でいうとどっちが間違ってたんですか。90万です。90万の方が間違っていた、はい、そうすると500万よりも大きいはずだということですね。まあ、そういう可能性があるかと思います。分かりました、はい、それはもうすでにご案内させていただいているかと思いますけど、あ、それからですね、ごめんなさい、あの1の2ですけれど、これは、この表に載ってない理由と図面に載ってない理由というのは、1の2の場所というのは、ガラス固化の護岸処理の結果すでに埋まってしまったということです。それでこちらに載ってないということです。この地盤改良済みというところが水ガラス、はい、はい、失礼いたしました。もうない、はい、はい、東京新聞の小倉と申します。あのアルプスのことで、伺いたいんですけれども、これまであの各エリアではタンクはだいたい5機から6機で1グループとして運用してたと思うんですけれども、今回まあ21機になっていた理由っていうのはどういったことだったんでしょうか。 それとまあもし、今後その5機6機っていうふうな形で戻すこともありえるのか、まず1点目それお願いします。はい、まずご存知の通り、あの、まあ、今年度末で苦しいというところも、タンクの容量が苦しいというような話もございましたけど、タンクが苦しいのは今に始まったことではなくてずっと継続的に苦しいわけですし、まあ、現状も、まあ、苦しい状況が続いているということです。ですから、まあ、タンクの増設というのはどんどん進めていくという必要がございまして、Jエリアに関しては現在溶接型のタンクですけれども、あの、まあ、相当な急ピッチで製造を進めているというところにあります。だいたい2日に1個ぐらい1000トンタンクができるぐらいの勢いで、製造を進めているところです。で、まあ、そうした中で、まあ、あの過去作っていたタンク、まあ、だいたい5とか6とか、まあ、そのぐらいの塊を1グループにして、まあ、出し入れをしていたわけでございますけれども、まあ、そうした小さな塊でやっていくということにしますと、受け払いタンクをその分何箇所も作ったりとか、その分の配管の取り回しだとかをたくさん作るとか、こういうことが必要になってきますので、要は仕上がりに時間がかかってくることになります。ですから大きなロットで作った方が付帯設備があの作業にかかる時間が少なくなってくるということになりますので、まあ、現状あの J1 で作っているタンク比較的大きなロットで、作っている状況になっているということであります。ただあの、まあ、今回21機で作っていたタンクにつきましても、あの受け払いの配管をつければ違うグループで運用することもできるわけでございますので、それを作ってから5グループごと使っていくと使い方というのも、まあ、方法論としてあり得るわけですけれども、タンクのニーズと必要の発生ニーズとそれからスピードの関係ということを、
両立させていくということを考えていったときに、今回はこの塊で、このロットで使っていたという、まあ、そういう状況であります。この21基っていうのは J エリアの中でも一番大きな運用、それはちょっと一概に言えませんけれども、まあ、J エリアまだ使い始めたばかりで今どんどん作っているところですから、まあ、その中で21基というのは塊としては大きいかとは思います。そうしますと、その次の質問なんですけど、まあ、サンプリングが週3回ということだったんですけど、まあ、これだけ大きな塊でやると何かあったときにまたトラブルも大きくなってしまうわけで、その今後そのサンプリングの回数を毎日にするとか、もしくはですね、排水口で、リアルタイムでそのモニタリングというか、濃度を、確認できるようにしていると思うんですけど、そういったその常時確認できるようにする仕組みとかっていうのを導入するとかってことはありえますか？アイデアとしてはあろうかと思います。ただそれが実際に設備に、適用するのに現実感を持って適用できるかというようなことを見極めていく必要がありますから、それは先ほど申し上げた通りです。サンプリングは毎日っていうことでいいんですか？まだ具体的には決めてございませんけれども、まあ、今現在はアルプスの B 系の調査の方ですね、こちらの方に傾注してございますけれども、いずれにしてもその運用を開始するということになってきた場合には、よりきめ細やかにやるためにはどうするかということについても合わせて考えたいというふうに思っております。すみません、あとは改めてなんですけど、その、まあ、セーフティーネットが1箇所で、それも、まあ、3日に1回だけっていうことだったんですけれども、対応がまあちょっと、弱かったんじゃないかっていうふうにも思えるんですが、そのあたり改めてどう思われますでしょうか？そうですね、そちらについては、まあ、ある意味今回たくさんのタンクの中、まあ、本来きれいな水を入れたかったタンクを汚い水を入れるタンクとして使うことに結果としてなってしまったわけですから、これは我々にとっても大きな痛手であるわけですので、まあ、そうしたことにならないように気をつけていくべきであったのではないかということについてはおっしゃる通りだと思っております。はい、そうしましたら真ん中の、後ろから2列目の方どうぞ。共同通信の宮崎と申します。アルプスの関係で1点だけちょっと確認させてください。原因関係で、クロスフィルターの2の調子が悪くなって交換作業したことが影響しているのではないかというお話でしたけども、要するにそれはこの沈殿生成物とか、その要するに廃棄物としてどけなきゃいけないものが多核種属性装置の方に流れてきてしまって、その吸着というか除去ができなく、十分にできなくなったっていうような、その見立てだということなんでしょうか？可能性として申し上げてますけど、まだ見立てがどうかというところまでは申し上げてないかと思います。その交換作業が影響したっていうのは、そうすると もうちょっとその補足していただくと、どういうストーリーですから、まあ、今お話になったような理解で、いいんでございますけれど、そのことに決め打ちするというところまでまだ行ってませんということです。わかりました。可能性としてはそれが考え、思いつくものとしてはあって、他と違う要素としてはそれがあると。まあ、その吸着灯そのものの不具合っていうのも、まあ、別にその排除してるわけじゃない。ですから、まあ、状況をよく見た上で絞り込み作業も今しているところですから、そういうことから言うと、そうした他の要因、他の要因などを見ていった上で排除していって、最後にこれだと、それからできれば点検の結果の状況なども踏まえて、なるほどこれだということを言って、我々としては最終的に原因はこれだということで絞り込んでいくわけですから、まだその絞り込み作業が終わってございませんから。わかりました、ありがとうございます。宮島さん、次どうぞ。ファクターの宮島です。いわゆるアルプスについては、機器の部分から水漏れみたいなことがあるんでね、宝冠っていうのはいますね。宝冠さんは一体1日に何回ぐらいその施設自体を巡視してるんですかね？
はい、放射線管理のものというのは、作業をする人の線量が課題にならないようにということをこう守るっていう意味合いで仕事を主にしております。ですから環境線量がどのぐらいであるかということを定期的に測るっていうようなことが、まあ、どちらかというとメインの業務になります。ですのでそれは設備の状況によって非常にちょくちょく変わるようなものであればそれなりの頻度になりますけれども、一旦設備が動き出してある程度安定していればそれはその間は比較的間を空けながら見ていくという格好になります。それから多分おっしゃっているところというのは日々の点検ということになるかと思います。これは当該の設備の所管を行っているところが、設備を運転しているわけですから、まあ、日常的な点検を設備の状況を見る点検を行っております。でこちらは所管のグループ、これは水処理のグループになるわけですが、こちらが今具体的にマニュアルなど見てるわけでませんが、基本的に毎日見てるかと思います。これについてはね、規制庁の方も、まあ、ご操作しちゃいけないとかいろいろやってましたよね。それ で結局、まあ、処理済んだその出てきた水のね、その問題については、まあ、3日に1度というかね、そういうことでいわゆる規制当局の関係はそういうことでもうこの機会は大丈夫と。だからなんかそういうと規制の、私は規制の問題もね非常にお粗末なんじゃないかと実は思ってるんですけど、要するにこれこういう運用してて別に東電さんは何も違反というのはないんですね。そういうマニュアル上の問題ではそういうのはね、特にそういうことではないかとは思ってございますけれども、ちょっと規制のことについて私から申し上げる立場に、いや要するにこの施設自体は国もこれからねもっとより性能のいいものを作るわけだから、その性能についてね、実際これが水 その問題について最大のものなわけだから、これについての規制というのは私はねやっぱり、まあ、水を漏らさないようにやらないとおかしいと思ってるぐらいなんですけど、まあ、難しいと思いますけど、それで明日なんか田中さんのところにね広瀬さん会いに行くんですよね確か。それはこの件とはどういうふうにリンクしてるんですか。関係、全く関係ない話なんですか。明日 その要するに汚染水処理の状況についてね、あえてこれちょうど月曜日になんか申し込んだと伺ったんですけど、リンクはどういう形になってるんですか。明日社長の広瀬が規制委員会の方の田中委員長と面会するということについてはその通りなんですけど、目的は、11月の8日に公表しましたその緊急安全対策の進捗状況、特に、作業環境の改善ですね、そちらと、まあ福島第一廃炉推進カンパニーに対するその支援体制ということについてのご報告をさせていただくというのが目的でございます。じゃあ、まあ、明日は代理になるんですけど、これで当局に社長が説明に行くわけでは全くないんですね。はい、違います。それで今こういう問題があったら、要するに、まあ、結局、まあ、まあ、2000何百トンかなんかの、ね、まあ、水をそうしちゃったわけだけど、それについて規制当局の側はねあれだけワーキンググループとか議論してたんだけど、検査官含めてどういうその全くその今までの保安検査とかね施設検査とか、まあ、いろいろマニュアル上の問題というものについてまだ当局の側から何もないで、まあ、東電さんがやってるって方なんですかね。そこはどういうことになってるんですかね。しっかり当局と一緒にやってるんですかね。当局には我々の方も状況については逐一ご報告しておりますし、まあ、現地においては現地に駐在されている方がいらっしゃいますから状況の確認などされているかと思います。ただ向こうの中での判断や動きということについては私の方としては分かりません。まだご質問されてない方、あ、はい、そうしましたら後ろ、松井さん、それから、その後におしどりさん、ではどうぞ。テレビ朝日の松井です。アルプスのこといくつか確認ですが、先ほどの小野さんの話ですと、このサンプルタンクのそこで止めてまた戻すという案もあるという、そういう配管もあるということだったんですが、これはあくまでもまだホット試験中だからそういう運用、つまりそこでバッファーのところで止めてですね運用するのでというものにしてたのではなくて、あくまでもホット試験中だったからという認識でよろしいんでしょうか。趣旨としてはですね、
900というものが処理できなくて出た事故、これはまあ想定されるといえばされるものだったんですが、それによって14,400が汚染されてしまう可能性のまま運用していたことになるわけですから、そこの運用に関してです。事故が起きてから直ることはよく見るんですけれど、こういうことは想定はされていなかったんでしょうか。はい、そういうことから言うと、まあ、甘いところがあったと認めざるを得ないかとは思います。ただ先ほどのラインの話から申し上げますと、サンプルタンク、まあ、バッファーとして利用してございましたけど、サンプルタンクは系統的にそちらで、そちらまで来たものがあって、もしそこが汚いものであったら上流側に戻してもう一度処理をするというプロセスに戻すというラインをつけてございますから、それはそれで、そこで止められれば、その設備のもともとの系統で、循環させることができるものではあります。ただ、まあ、今回その下流まで行ってしまって、J のタンクの方に影響を及ぼしてますから、まあ、そうしたところというのはよろしくなかったというふうに思っております。もともと、これがこういうところから処理されないで、6条7条オーダーのものが出てくることは想定にはなかったということですか。おっしゃってるのがサンプルタンクより下流という意味ですか。そうですね、はい、それはそういうふうにはしないようにサンプルタンクまでで食い止めるというのが考え方かと思います。わかりました。もう一つ、この J エリアでの、この例えば21個の配管が全部オープンにしてやっていく、その21個が例えば全部で 10%、20% と全部で上がっていくやり方と、まあ、素人考えですが、一つずつ隔離しながら、一つを 100%、次を 100% としていけば、被害は一つのタンクで済むのではないかという、まあ、素人考えがあるんですが、これやっぱりこのタンクの運用上、それはもうそれぞれに全部配管を個別につけなくてはいけないということから難しいということなんでしょうか。はい、現実問題としてはそういうことになります。わかりました。あとすみません、最後、今日のじゃないこと一つ質問してもよろしいですか。分かる範囲である。はい、1月に出ました例 の3号機の原子炉建屋のファンネルに水が流れていた件、主蒸気隔離弁室に壁や天井に穴を開けるというのを2月あるいは3月をめどにというのを何度か私も聞いていたんですが、おそらく金曜日がまた会見がないとなると、次がもう今月の末になってしまうんですけれど、これは今どういう状況、全く作業をなさっていないのか、どういう状況、まだ発表できないのは分かりますけれど、この例えば穴は開けたんだけれどまだ何とかしてないとか、穴を開けること自体をまだ検討しているとか、それを教えてください。はい、私どもこういうところ、こういうふうにしますとか、こういうふうにすることにしたんで明日からしますとか、こういうことはこの場でもお話しさせていただいているかと思うので、3号の当該の箇所については、方法としてはそういうことが想定されるよというところまで言いましたが、実際に検討を始めてみるといろいろと難しい状況があるようでございまして、まだ具体的にこういう方法でこうすればいいだろうというところまで至ってないので、作業になってないという状況かと思います。ということは今月中に何かもう作業が入るということは厳しいということですか。少し難しいんではないかと思いますが、最新の状況などについてはまた確認をしておきたいと思います。わかりました。以上です。LCM プレス吉本興業の篠井です。よろしくお願いします。まずアルプスについていくつか伺いたいのですが、この、パワポの資料の2のところの、各種の量ですが、これ書いてはおられませんが、これ全ベータということでよろしいですか。結構です。はい、3月18日の一斉メールや資料には全て全ベータと書いておられたのですが、今日の資料には書いておられないというのは何か理由があるんでしょうか。たまたまですか。特に対はないかと思います。全ベータで、これ先ほどもおっしゃっておられましたが、これはほぼ考え方としてストロンチウムが寄与していると見ていいんでしょうか。はい、先ほど申し上げましたが、まあ、メインのものとしてはストロンチウムの可能性が高いというふうに思っております。わかりました。ではストロンチウムの可能性が高いとして、これは下の図の系統概略図によりますと、チタン酸塩の吸着剤にいてストロンチウムを吸着していると、思うのですか。それでよろしいでしょうか。確認ですか。そうですね、過去の資料を見ますと、それでよろしいかと思います。はい、わかりました。で、先月の2月18日の資料で汚染水にまつわる現場の進捗状況を見ますと、この吸着剤2の部分は腐食対策有効性確認が出ていなかったところなのですが、これは腐食対策有効性確認、腐食対策を
していなかったのか、もしくは有効性が確認できなかったのか、どちらなんでしょうか。すいません、ちょっと個別にやってるとまどろっこしいので全部言ってください。あ、分かりました。そのご質問は今ご回答できいただけないということですか。その関連して後の質問が変わるので。いや、何を聞きたいんですか。あ、だからその、先月出ておりました、後の質問も含めてどういうことをお聞きになりたいかということを言っていただけると、私も話を聞いていて分かりやすいんですけれども。あ、分かりました。つまりストロンチウムを吸着するこの吸着剤2の、状況はどうだったかということをまず聞きたいんです。で、それによって、要は質問も変わるので意図として何をお聞きになりたい。あ、まずそれを意図として聞きたいんです。じゃあ確認をさせていただきますので、残りの質問は来週にでもお願いします。わかりました。では、もう別件で、B 系と AC 系の違うところとしてクロスフローフィルターについて言及されておられましたが、これ腐食対策実施後 B 系統は AC と比べ倍の2ヶ月間の運転をされておられましたよね。 AC 系が1ヶ月で B 系が2ヶ月ですよね。確認ですか。これは AC と B の違うところとして挙げられないでしょうか。先ほどから申し上げておりますが、現在まだ原因調査をしているところでございますから。あ、はい、それも含めて違いとして挙げないのかという質問です。クロスプロフィルターについてだけ言及されておられましたので。特に対はございませんが、明示的に違うところとしてそういうところがございますねということは、申し上げましたけれども、それが原因だということで今申し上げているわけではございませんから、はい、原因については調査しているところで絞り込んだ上で、ご提示できればというふうに申し上げておりますから。分かりました。すみません、対があるかどうかを聞いているのではなく、その A と AC と B の違う点として挙げられましたので、この点も違うというふうな評価はされていないのかという質問です。あ、しておりません。しておらない。はい、はい、分かりました。でこのストロンチウムの吸着剤はもともとさまざまな検討会や委員会で、海水由来のカルシウムやマグネシウムを優先的に除去する可能性があるとたびたび指摘されておられ、東京電力の回答として実現できる見通しがあるとの回答だったのですが、これ AC と比べ B が倍の2ヶ月使用したことについて、この、ラボの実験ではなくホット試験においても実現できる見通しをお持ちだったでしょうか。ちょっと細かい話に及んでおりますが、その個別のそうした細かいことというのを、縦板に水でお話になられても少々回答に窮しますので、できればご関心のあるところをまとめて教えていただいて、はい、関心があるのは、ストロンチウムの、アルプスがストロンチウムの吸着剤においてもともと問題点が多かったところですので、現段階において、アルプスを長期間ダブではなくホット試験で2ヶ月間使用していて、ストロンチウムの吸着剤に関する評価、もともと問題があったところについて現時点でどう評価されているかを聞きたいんです。ちょっとお答えしかねる、即答しかねますし、ちょっとご質問の意図もよくわからないので、質問の意図は組んでくれなくていいですので、イエスかノーかで答える、答えられるところですので。ごめんなさい、何を聞いてるかよくわかりませんから。じゃあもう一度説明します。言葉を変えて、この場でもうあれですから、後でどういうこと、どの委員会の資料をご覧になって、何ページのどの資料をご覧になっていて、そこのうちのこの議論のこれについて東京電力としてどのように回答しようとしているのかという、そんなようなことを見ながらおっしゃってるんでしょうが、はい、私何も見ておりませんし。ではメモしていただけますか。メモしていただけますか。第1回高性能多角種除去設備、タスクフォース議事概要と、高性能多角種除去設備、拡張実験事業の概要です。去年の11月29日などの資料ですね。それでストロンチウムのアルプスがストロンチウムの吸着できるかどうかについて以前からかなり問題点を指摘されておられましたので、ホット試験が終わって、ホット試験でそれがラボではなく実現できる見通しを得たかどうかということですね。それで全てですか。いえ、もう一つ、でもともとこのストロンチウムの吸着剤に、チタン酸塩の部分は発熱量が最大となることを指摘されていたのですが、これ現状で大体何度まで上がったんでしょうか。一応評価では65度まで上がるというふうに出てましたので、
ちょっと分かりかねますが、まあ、どうぞご質問を続けてください。あ、温度の話です。吸着剤2の温度が現状どうだったかということはご理解いただけましたか。質問の意図は。ご質問分かりましたから続けてください。あ、分かりました。ストロンチウムの吸着剤2の評価について、まあ、今質問しましたのでお調べしてご回答いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アルプスについては関すると、それですね。で、あの冒頭ご回答いただいたのですが、うん、私が、おととい質問した内容と質問の意図あの全く違っておりましたので、また改めて今日も質問いたします。で、1,2 号機の排気筒についてですが、あの現状で何年持つと評価しているのかという質問です。現状で、経年劣化、強風による影響や海風による腐食をどの程度評価していて、あと何年持つと評価しているのかという質問です。あの現状大丈夫ですではなく。あ、そういうことでございますか。はい、あと何年持つかという形の評価は特にしておりません。ただし現状大丈夫だということを確認しているということと、その評価自身はあのまあこれまで実績のある形での評価ということであります。それから今回の評価というのは、はい、その状況について、点検をしたことを踏まえて損傷している箇所などを、反映した形で評価を行ってございますから、まあ、あの今後折に触れて改めて状況点検などをして、状況が大きく変わってないことを確認するであるとか、まあ、大きく変わっているようであれば改めて評価をするとか、まあ、そうした形になるかと思います。はい、これは経年劣化や強風による影響をどの程度評価しておられますか。これはあの規制庁から以前から指摘があった評価点なんですか。あの先ほど申し上げましたけれども、あの、まあ、強風あるいは経年劣化ということに関して、まあ、強風というのは自然力のことでございますから、そうしたことは現状の評価の中に入っていて、まあ、特に問題ないかと思ってございます。それから経年劣化の話は今ほど申し上げた通りということであります。わかりました。原子力発電所建築設備点検マニュアル、あの御社のマニュアルですが、それによるとこの排気筒はどのスパンで点検は、事故以前はされていたんでしょうか。ちょっとわかりかねますね。わかりました。あの後日ご回答いただければと思います。で、護岸エリアのナンバーワン護岸エリアについてですが、ご回答いただいたんですが、質問の、ご回答ではなかったのでもう一度改めて質問します。昨年11月12月の私がたびたび質問させていただいてた時点で、この地下水の観測口の深さが違うことを把握されておられましたでしょうかという質問です。当時私は観測口の深さも質問しておりましたので、同じような深さだというご回答でしたので、11月12月の時点で把握しておられたのかということが1点で、それで、塩素濃度を地下水観測口の 1-9 以外でなぜ測定しないのか、ガラス壁の外側 海に近い部分でしかなぜ塩素濃度を測定しないのか、以前はナンバーワンでも測定していたのですが、その後測定しておられないので、その理由はなぜか、まあ 塩素濃度が一番海水と行き来があるかどうか分かりやすいですので、それが2点目ですね。で、ナンバー1の挙動を見るために 1-17 を掘削したと昨年ご説明されていたのですが、なぜ深さが全く違うもの、浅いものを掘ってそれでナンバー1の説明がつかないと1で水位を測らないようにしたのか、その理由です。以上3つですか。はい、そうですね、はい、まずそれについて、それがおととい質問したことですので、それのご回答はあの冒頭ではいただいておりませんので、あのぶら下がりでももう一度改めて質問の趣旨を説明したのですが、ご回答いただけたかったので、あのよろしくお願いします、改めて。あ、そうですか。まず、17とナンバーの1の17とナンバーの1の深さが違っているということについて東京電力として承知していたんですかということであれば、当然作っているわけですから承知しておりますという答えになります。それからちょっとこれまでのご説明の経緯、追い切れないところはございますが、まあ、何らか同じだということで、おしどりさんの方にインプットされていたということであるならば、それは、誤りであったのではないかと思います。それから
塩素濃度の測定ということに関して言えば、現在護岸付近の一点測定してございますけれども、他のところについては、まあラボの方の状況等々を踏まえて測定はしてございませんということです。それから、すいません、過去に一度ナンバー1の塩素濃度を測定していたのに、その後測定しなくなった理由です。ですから、ラボが忙しくなったからですか。手間の問題です。塩素濃度を測っていない。はい、ではなぜ1の級だけ測っているんですか。これは護岸に近いところ1点取ってるからそこで十分であろうという判断かと思います。その、内側のところは、まあ、海水の行き来があるかどうかの塩素濃度は測定しなくていいという判断をしたんですね。海水の行き来を見るということの目的というのはもうすでに1点見ておけば十分だと思っております。1点目1点で見ていることで1の9だけですか。はい、十分。それはでも土壌のガラス壁の海側ですよね、ええ、その内側の塩素濃度は別に見なくていい。はい、今は測ってございませんし特に必要は感じておりません。それからもう一つ何でしたっけ。そうですね、1の17とナンバーワンということですけど、ナンバーワンについてはもともと挙動がおかしいということで何らか問題があるんだろうということで考えておりましたし、その上で、水位をどういう目的で見たか、その当時見たかったのかということでいうと、ウェルポイントで水を吸い上げている状況の中で、ナンバー1のエリアというのが、ガラスの地下の、海量度の頂部を越えて外に出るような水位にあるのかどうかということを見ていくということが主要な目的でしたから、その中で何点か掘っている井戸で見ている中でナンバーワンの井戸のところというのが挙動が明らかにおかしいということでしたから、17の井戸を掘ったということです。ナンバーワンの井戸の挙動の動きを解明するということが主の目的というよりは、ナンバーワンのエリアの状況を見ていくということが目的でしたから、そうした目的に照らして、深い井戸を掘る必要はもちろんありませんし、17の井戸の深さというのは決定されたということであります。ナンバー1の挙動がおかしいとおっしゃっておられましたが、去年の資料を見ますと深さが16メートルの井戸はすべて潮汐と連動した水位になっており、深さが5メートルの井戸が、潮汐と関係ない水位のものとなっております。なのでそれを鑑みますとナンバー1の挙動がおかしいというのは、16メートルのものは常に潮汐と連動していた。で、それで1の17が5メートルだったので、潮汐関係ないようになったということなのですが、で当時のご説明では1の挙動を見るために1の17を掘削したというご説明だったのですが、そのナンバー1のエリアを見るのではなく具体的に、1の17は1を見るためとご説明されていたのですが、それは違っていたということですか。ちょっとどういう説明をされてたかということがあるかと思いますけれど、はい、書き起こしあるんでナンバーの1というのの動きというのがおかしい、そういうことを踏まえてナンバーの17を作っているというところはございますけれど、そもそもそこの推移を見ている目的というのは海領土の頂部を超えるような水位状態にナンバーワンのエリアがあるのかどうかというのが大元の目的でございますから、それに照らして、必要な措置設備にしているということです。ですから言葉のあやみたいなところはあるかもしれませんが、目的に照らした設備を作ってそちらの方がしっかりと運用できてますから、そちらで見てるということです。1の挙動がおかしいと判断した理由に、深さは関係なかったという考え方ですか。その時点において見たかったことということで言えば、ナンバーワンエリアの要は表層に近い部分の水位でありますから、そうしたところを見てるわけで直接的に、表層に近い部分を見たかったので深い部分は切り捨てたという判断ですか。ナンバーワンの水位挙動というのがおかしかったということは申し上げておりましたし、はい、それについて、それはすいません、たびたびですが、それはおかしいのではなく16メートルの深さの地下水の観測口はすべて潮汐と連動していたことについてはいかがですか。ナンバーワンについて言えば、ある時からその他の、当時、フラットだった地下水の観測口がすべて深さ5メートルで、おかしいとされていた地下水の観測口だけが深さ16メートルだったということについてです。ナンバーワンの水位挙動というのはある時、
急に変動が生じて、そこからうまく測れなくなっているというような状況がございました。ですから、継続的に見ていく中でそこの推移の動きというのは、我々としては適正な測定ができているというふうには思っておらなかったということです。で、それをさらに追求するということまで、してますかというとしてませんというふうにこれまで申し上げているとおり、それから、深いところと数メーターですか、16メーターぐらいのところと、浅いところの動きの変動などを見比べながら何か分析をしたり整理をしたりしているのですかというようなご質問かと思いますけれども、今のところそこまでは考えておらないという。いや、規制庁の指示で同じ位置で地下水観測口で0シリーズ01、012だったと思いますが、深さの違う2つの穴を掘って埋め戻し土層と、中流砂岩層の汚染濃度は比べられておられますよね。それがちょうど5メートルと16メートルぐらいの深さで、深い方が汚染度が高くなっているのですが、これはナンバーワンの、挙動がおかしいと言っておられますが、全くその説明がつくのですが、深い方が汚染されており、そして水位の挙動があるというのは、もう別の場所でも全く簡単に説明がついている点なんですが、それどう考えておられるんですか。簡単に説明がついているかどうか分かりませんが、深い方が汚染されていて海とつながっているということです。そういう評価になるかどうか簡単には言えないんじゃないかと思います。分かりました、ありがとうございます。まだご質問されてない方はよろしいですか。じゃあ後ろ、美濃島さんどうぞ。すいません、 IWJ の美濃島です。ちょっと今日のことじゃないんですけれども、3号機の使用済み燃料プールの、冷却系の二次冷却塔のろ過水散布水停止の影響調査というのを2月の26日からやられていて、なんか昨日終了したというのは昨日の日報にあるんですけれども、最近3号機のこのプールの水温が10度ぐらい上がっているのはそれの影響じゃないかと思うんですけれども、このテストで何が分かって、この終わったこと、この結果で今後どういうふうに生かされるのかっていうのが分かれば教えてほしいんですけれども。はい、これから暖かくなる時期ですから、もうあまり関係がないかと思っておりますけれども、空冷のチラーの側ですね、こちらの方に、ビルの屋上などにある空調機の、冷却塔と同じでございますけど、水をかけながら冷却をしているというようなところがございます。で、冬季非常に気温が低い時点で、発熱量も下がっておりますから、水をかけない状態で、十分な冷却ができるような状況であれば水をかけない運用というのもあり得るわけですし、そうすることによって配管の凍結トラブルなども、リスクポテンシャルも減らすことができるのではないかという発想のもとで、確認を行ったということです。これも、昨日の日報じゃもう問題がないというか、そういうふうには書いてないんですけど、結局もう問題なくうまく運用できる。はい、そういうことです。じゃあこの来期ですから、来期寒くなってきた時点でそういうオプションは一つのオプションとしてあり得るだろうということです。分かりました。これ結果っていうのはもう昨日の日報に出てるこれだけで、特にこれ以上そうですね、そんな掘り下げて見るような話でもありませんし。はい、分かりました、すいません、ありがとうございます。追加のご質問のある方どれくらいいらっしゃいますか。はい、では、まず上村さん、それから、花田さん、それから、畑野さんですかね。で、村田さんで、最後にじゃあ、木野さん、はい、お願いいたします。読売新聞の上村です。広瀬社長と安倍総理が約束されたという来年3月までにタンク内の汚染水すべてを浄化するという計画は、今回また処理能力がちょっと一時的に低下するっていうところで、厳しい目標というのはおっしゃってたと思うんですけど、この見通しに影響を与えるのかというのを確認したいんです。現時点においては特に変えるようなものではないと思ってます。何ですか。変えるようなものではないと思ってます。変えるようなものではない。
ですから見通しを変える段階ではないです。あ、いや、その変える必要はないというのは達成できると思っているということですか。はい、そのつもりでやっております。あ、それもうちょっと理由を教えてください。あの、まだ時間が、まだまだ期間がございますし、それからこれから増設も作ってきますし、高性能も入ってきますし、それから今の対応につきましても、まあ、我々としてもあの早期に原因を究明しながら対応していきたいと思ってますから、現時点で旗を下ろす理由は何もないと思ってます。あと、すみません、ちょっとそもそもの確認なんですけど、今ホット試験中で処理した水というのは決してその国示濃度以下にするべきものでもないではない、どうなんですか。あのホット試験で狙っているところというのは国示濃度以下にしていくことですから、それを安定して達成できるように設備を調整していくことですので、あのそれはもちろん狙っております。ということは、その来年3月までに浄化しきるっていうのも当然国示濃度以下にしていくっていう理解、基本目標としてはそういうことになります。わかりました、ありがとうございます。まあ、いずれにしてもその早く浄化していくっていうのは周辺環境ですね、敷地外の線量影響だとかこういうことを下げていくっていうことが狙いですから、あのそういうことから言うと、まあ、程度問題はありますけど、まあ、今現在国示濃度より下げなきゃいけないっていう課題が一つの各種についてございますけれども、まあ、そうしたものがあるにしてもアルプスを通していくってことの効果っていうのは大きいってことはもちろんご理解いただけるんではないかと思いますけど、あと、まあ、その将来的にはそのアルプスの処理水も海に放出するというのも検討の一つに入ると思うんですけど、まあ、それに十分そういうものに耐えられるぐらいのものにすべきっていうことですか。それはあの最終的に水の処分処理というところについては今現在あの国においても検討されているところですから、その中での議論ということになってきますけれども、まあ、我々としてはあの国示濃度を守れるようなものというのを安定して生産できるような設備にしていくということを目指しているわけです。ありがとうございます。NHK の花田です。あのちょっと今日のことじゃないんですけど、汚染水対策の関係でちょっと伺わせてください。あの今年の9月か、あの9月の目処だったと思うんですけど、あのサブドレンとあと海側遮水壁の関係なんですけど、あの、まあ、サブドレンは当然、まあ、あの水を汲み上げなきゃいけないと、で大体今まで言われているのが、まあ、1日800トンから1000トンぐらいのオーダーだったと思うんですけど、まあ、それとあの海側の遮水壁もあの地下水を1日大体300トンですかぐらい汲み上げ、設置に止まって汲み上げなきゃいけないというのがあったと思うんですけど、これはあの基本的に凍土壁があの、まあ、来年度中に設置されるっていう目処が示されていると思うんですけど、それができるまであの大体それぐらいのオーダーをそれぞれ組み上げるっていうふうな理解でよろしいんでしたっけ。そうですね、凍土壁が完成すると、地下水の流れ挙動等も変わりますから、あのそういう意味から言うと、組み上げなければいけない量というのは凍土壁ができた場合にはそれに応じた設定になると思います。大体その凍土壁、まあ、大体まあ来年途中、まあ、一番後ろで考えると来年の3月ですか、それとその今年の9月にそのサブドネットが海側遮水壁の運用が始まると、その間、まあ、1日1000トンぐらい組み上げる必要が出てくる可能性があるという理解ですか。うん、そうですね、運用が始まれば。分かりました。でこ の, あの組み上げたあのサブドネットと海側遮水壁の意図それぞれなんですけど、まあ、位置的に見ると基本的にはその汚染、あの地中で要は汚染されたものだと思うんですけど、これ今までの計画だといずれもその浄化、あの処理するっていうふうな形が示されてたと記憶があるんですけど、この認識は、はい、その通りです。もうそれぞれという理解でよろしいですか、海側もサブドレンも。そうですね、ちょっと今それぞれだったか、一つの大きなものを作るかどちらかだったか、あの今定かではありませんけれども、いずれにせよあのある程度の汚れが含まれてますから、それを除去するというような設備とセットで考えていくということでおります。分かりました。あのちょっと設備の点はあのおっしゃる通りあの一緒だったかどうかっていうのはあると思うんですけど、認識としてあの海側のその遮水壁に伴う水
もサブドレーンも一応処理は必要だっていうのが今の計画だという理解でよろしいですか。そうですね、その内容もちろんその中身を確認の上それに応じたということになりますけれど。分かりました。でその後、まあタンクに、まあ、今のところはタンクに貯めるっていうところまでしか示されてないと思うんですけど、その後の扱いについては特に今のところ検討中というところは踏み込んでないという理解でいいですか。はい、分かりました。すいません、朝日新聞の畑野です。改めてお尋ねしたいんですが、アルプスの運転再開までどれぐらいの時間がかかると見込んでいらっしゃいますか。今時点でどのぐらいということをあまり申し上げるところまでは来てないかと思います。A とか C に直接関係がないということが分かってくれば比較的早いタイミングもありえると思いますし、ですから現時点でこうであるというふうにはまだ申し上げる段階ではないと思います。 AC に問題がない場合、比較的早いタイミングというのはオーダーで言えばどのぐらいのイメージで思ってられているんでしょうか。そうですね、オーダー間でいうとどうかということですけれども、例えば今で言えばDのタンクは新品できれいな状態ですし、移送先までの配管のフラッシングが早期に終了すれば特に問題はないわけですし、ですから原因究明のスピード感とある意味多少リンクしてくるところがあるわけですが、単純に処理 AC に問題がない状態であれば、まあ、どちらか処理再開して動かすということに対してはそんなに大きなハードルがあるわけじゃないとは思ってます。それとですね、今回汚れてしまった J1 タンクの、およそ1万5000トンという量の水ですが、これアルプスでそのもう一回処理をし直すとなると、まあ、どのぐらいの日数分のものがパイナっていうのが、つまり、能力最大限でその 750×20 日というふうな、考え方でいいのか、それとももうちょっとなのか。これはですね、ちょっと今一概に言えないと思ってます。というのはその21個のタンクのうち、要は汚れが進んでしまっているタンクというのが何個なのかというのは今分かっておりませんから、そういう答えに対しては今お答えは持ち合わせてないということです。まあ、仮にマックス全部でということであったとしても、まあ、おっしゃるようなところということになりますけど、まあ、それをまず井の一番にやりますかというと必ずしもそうではないかと思いますけど。テレビ朝日の村田です。アルプスと全く関係ない質問で恐縮なんですけれども、会見は今週が最後なので、今後記事を書く上で前もって伺いたいことをお尋ねします。3つあります。まず明日原子力規制委員会に広瀬社長が面会に行かれて緊急安全対策をご報告される際に、これは広報の方にお尋ねすべきかもしれませんが、増田さん、ハイロカンパニーの社長に就かれる増田さんもいらっしゃるのかどうかという点です。それが一つ。二つ目も増田さんに関してなんですが、25日に福島県漁連の組合長会議が行われますけれども、その時に増田さんは同席あるいは説明をされるような機会があるのかという点です。でこの日にもし結論が出た際に地下水バイパスの記事を書く上でお尋ねしたいのですが、今計画ではですね、地下水バイパスで汲み上げた水を、揚水性で汲み上げた水を、海に排出する道なんですけど、図面ですと BC 排水路に沿って配管があって、それが港湾外に流れる計画になっていますけれども、今東京電力さんではこの BC 排水路を港湾内に変えるご計画を立てていらっしゃいますので、この地下水バイパスで海に放出する水も港湾内に変更になるのかどうか、そこが最後です。最初の2つのご質問ですけれども、明日の、
面会と、それから来週の件ですけど、来週の福島での件、いずれも誰が行くかというのはまだ調整中で決まっておりません。明日については社長は決まっておりますけども、社長以外に誰が同行するかというのはまだ決めておりません。はい、それから、もう一つ25日の漁連の会議の増田がどうかということを、これも今話した通りでございます。それから、地下水バイパスの話ですけれども、おっしゃる通り、地下水バイパスのラインというのは、BC 排水路に沿って動いているということになります。ただ、排水路の付け替えを行っているというのは、要はタンクエリア等で通ってない上流の方でも、ケースによって、雨水天候等々によって上がったり下がったりということがありますから、まあ、全体を見ていく中で、あるいは万一そこに入った時のリスクなども考えてという、さまざまなことから港湾内の側という選択肢が出てきているわけです。地下水バイパスは正常であるということが確認されたもののみが行われますから、まあ、そうしたことからは必要がないというふうに思っております。わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後、木野さんどうぞ。フリーの木野ですけれども、まず1点が、サンプルタンクの残水が全部で810トンでしたっけ。これそれぞれ ABC にどれだけ入っているかというのは分かっているんでしょうかね。4ページをご覧ください。ごめんなさい、4ページにあるんですね、すいません。分かりました。じゃあちょっとその関連で、これやっぱりですね、このサンプルタンクの運用方法がちょっとよくわからないんですけれども、それぞれのタンクの容量は1000トンあると思うんですが、この中途半端な量がここにこうやって残っているのは、これはどういう運用をしてこういうことになったんでしょうか。ですから、まあ先ほどちょっと申し上げましたが、まあ、バッファー的な使い方をしてございましたので、そういう意味から言うと、厳密に1つのタンクを満タンにして、それを確認してから、排出してということで、入れる確認排出と、そういうステップをこれで組んでいるというわけではありませんので、特に明確な形にはなっておらない。いや、ちょっとよくわからないんですが、その明確な形でないとしたらですね、そのどういうタイミングで切り替えていくようになっているんでしょう。これは以前、操作ミスで一度サンプルタンクの操作ミスで一回アルプス止めたことがあると思うんですが、要するにタイミングもなく、その場の人がなんとなくやっているというふうにしか今のお話だと聞こえないんですが、どういう運用になっているんでしょうか。わかりました、改めて確認したいと思います。それとですね、先ほどの出口のところで、この汚染の浄化の能力のチェックをするというのが週に3回という理由について質問があったと思うんですけど、その明快に答えがなかったんですが、やっぱりこの3回にしていた理由というのを改めて教えていただけますか。先ほどもっとやればよかったというお話はあったんですが、そのもっとやればよかったというのはその通りだと思うんですけども、もともとなぜ3回だったのかの理由は。そうですね、もともとの理由ということについては改めて確認したいと思いますけれども、先ほど来申し上げている通り、私がお話をしたのは、サンプルタンクのところで見ないで、こちらの出口のところで個別に見ているというのはそういう考えであったということです。で、その場所での、測定の頻度や項目等については、この場のご質問の中でもありましたが、詳細まだ未確認ですということで、確認の上ということで対応したいと思います。サンプルタンクの検査頻度というのはどのぐらいだったんですか。サンプルタンクの方の検査頻度がどうであるかというのはちょっと今すいません、わかりません。過去にサンプルタンクの検査、分析をした結果というのはあるんでしょうかね。そうですね、ちょっと今よくわかりません。今回初めてということですか。よくわからない。今回取っているのは、今回の出来事がございましたから、サンプルタンクの側に汚染が回っているかどうかを確認するために改めてサンプリングを行ったものですから、調査の一環として行ったサンプリングです。そうすると過去にはあんまり例がない。おそらく取ってないんではないかと思いますけれど、ちょっとないとかあるとかということは確認しておきたいと思います。
そうすると一つ分からないんですけれども、先ほど来移送先のタンクの方にその汚染が広がるのを防ぐには、防ぐためにそのサンプルタンクのところにで一回止めて、汚染があれば戻すというラインをつけているという説明があってですね、それでその拡散を防ぐという話があったんですが、今のお話だと全くその戻すラインというのを使うタイミングもなければですね、要するについているだけで何の役にも立たないようなものにしかちょっと聞こえないんですけれども、どういうその設計思想でそういう形になっていたんでしょうか。運用思想というか、先ほど全く同じご質問をいただいて、お答えさせていただいたかと思います。で、そういうことからやっとけばよかったんではないかというふうに、反省点ではないですかというふうに申し上げたと思いますが、あ、ごめんなさい、もう一度教えていただけますかね。そういうやっておけばよかったというのは分かるんですけども、今ですからラインや設備がどうなってますかということで、はい、ご質問いただいて、そこから戻せるラインになっていますが、それが活用される形になっていませんから、そういうところについては反省点でしょうということです。いや、反省点なのはもちろんそうなんですけれども、なぜ活用する形になっていなかったのなっていないのかがよくわからないんですね。要するにその活用する形になっていないというのは、拡散するということが全くできないような運用方法になっていたのであって、先ほど来そのサンプルタンクのところで止めるというそういう話とはちょっと話がまた別だと思うんですけど、今日の私がご説明したことをよく聞いていただければ、そういうご質問にはならないかと思うんですけれど、ちょっと止められる可能性があったということですか。設備的には止められる可能性がある設備ですということを申し上げて、それが可能な運用をしておりませんでしたということを説明したわけですから、その通り受け取っていただければ結構かと思います。いや、ですので、それが可能な、要するに設備としてそう作ったのであれば、それを活用できる運用をするのは当然だと思うんですけども、なぜそれをそういう運用になっていなかったのかが分からないんですけれども、これは運用方法を手順決めたのはどなたですか。どこの会社でしょう。現状そのようにしてなかったということでございますけれど、要はどう申し上げたらいいんですかね、法と試験の流れの中でこちらから見るというところに傾注していたということであって、そこまでしっかりと整理ができてなかったということですから、先ほど申し上げたとおり反省点だということを言ってるんですの。運用手順を定めたのはどちらの会社でしょうか。こちらの操作運用ということをしているのは私どもの会社でございますから、そうした中でやってるわけですけれど、なんか誤解をされるといけないんですが、サンプルタンクのところを単純にバッファーとして使っていて下流に流してしまったけど、それはそれでいいんだということを言ってるつもりは毛頭ないんですけれど。もちろんそうなんですけれども、要するにサンプルタンクがそういう役で使ったのであれば、当然それを利用する運用手順というのがセットになっているべきものだと思うんですけれども、なぜそれがバラになってですね、要するに設備を利用できないような運用手順になっていたのか、その理由がわからないので、どういう理由でそういう手順にしていたのですかと聞いてるんですけれども。そこまで考えが及んでなかったということかと思います。積極的に使わないということを決定したわけではありませんから、その運用手順を定めたのは東京電力ということでよろしいですか。ですから我々はだというふうに申し上げています。設備を作っているこれ東芝だと思うんですけれども、東芝の方からは運用手順であるとかですね、そういったものというのは出てなかったんでしょうか。個別のその細かい運用のところまで東芝からどのようなものが出ているのかというところは今押さえてございませんけど、ご質問の意図は承知いたしました。確認をお願いします。これ個別ではなくて運用の大元のところだと思いますのでお願いいたします。それからもう一点ちょっと別件なんですけど、先日からお伺いしているんですが、RO 装置の制御室の協力企業なんですけれども、これ東京パワーテクノロジーでよろしいですか。お答えは差し控えると申し上げているところでございます。これ発表されるんでしょうかね。調査中なので控えるのか発表されるのか。いずれにせよ現在調査中でございますから、調査に関わることについてはお答えは差し控えさせていただいております。それから、協力企業 の, 自己件数なんですけれども、これ、以前検討するというお話がありましたので、その後いかがでしょうか。はい、お答えしないということにいたしました。その理由は、
さまざまトラブル当社で生じてございますけれども、その要因原因というのはさまざまございます。で、それを協力企業ごとにどの企業の関係する仕事が、こういうトラブルを起こしたということを公表していくということは、いたずらに協力企業にとって、本人に直接関係ないようなことも含めてでございますけれども、ご迷惑をおかけすることになりますから、我々としては特に今そういうことは考えておらない。特定の企業に、その自己件数が偏っているということはありますか。特に今そういうことをご報告するところではないと思ってます。その特定の企業に偏っていた場合どういう対応されるんでしょう。特定の企業といってもつまりその企業が問題を起こしているかどうかということとは別でございますから、その木野さんがおっしゃっておられたのは当社が発注している工事作業等の中でトラブルが起こったものに対してそれがどの企業に発注していたものなのかということを整理して出すということ、そしてそれを踏まえて発注などにおいてペナルティをかけるのではないですかというようなご質問であったかと思います。そのベースとなるデータを公表してくださいということですから、そのようなことは難しいというふうに今お答えしております。いや、特定の企業に偏っているかどうかというのはもちろんそのペナルティというのは別なんですけれども、どういう理由で、どういう事故があってというのが細かくわからないとですね、何が原因でこれだけの人為的ミスが続くのかがわからないわけですよね。だからそういうのを含めてそういったものを公表しませんかということなんですが、要するに公表されないということですね。はい。そうすると原因は不明なままで我々には知らせないということですかね。私どもとしてはトラブルが起こるたびに、こうした原因でこういうトラブルが起こっているということで個々にご説明させていただいているかと思います。受け負っていた企業を逐一ご報告し、そしてそれの統計値を示すということが原因の究明に役立つというふうには必ずしも思っておりません。制御室はこれは入札でしたか。個別の契約のことについてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。入札かどうかも答えられないですか。いずれにしましても現在我々として調査を行っている最中のことでありますので、本件については回答を差し控えるということで申し上げております。調査の結論はいつ出るんでしょう。こちらについては我々とは独立して調査を進めてございますので、結果が出たところでご報告になります。独立してどなたが調査を。社内で、原子力部門以外のところで調査をしてございますので、結果が出ない段階で我々の方からお答えすることはできません。いや、スケジュールというのはないんでしょうかね。目処というのもそのいたずらにずるずる先延ばしにするように聞こえてしまうんですけども、お尻がないといずれにしても私どもは分かりません。いや、分からないではなくて、その小野さんのところで、原子力部門で調査をするしないにかかわらずですね、スケジュールはそれは別の問題ですよね。部門としてもスケジュールというのは把握されていないということですか。まずですね、本件については、しっかりと調べていくということで、社内として動いているというふうに理解してございますが、スケジュールについては分かりませんし、お答えできないということです。分からないんですか、答えができないんですか、どちらですか。まず僕は分かりません。それから会社としては答えられません。よろしいでしょうか。小野さんが知っているかどうかというのをお伺いしているのではなくて、会社としての答えを聞いているので、それはじゃあ答えられないということですね。はい。それは広報の判断ですか、広報部長の判断ですか。これは広報部長の判断ではなくて、広報部長も含めて承知しておりませんし、それは調査によ、はい、わかりました。調査を行っていくということの中で、会社としての判断として、調査の経過経緯については、ある程度整理ができる段階までお答えできないということでございます。取締役会の判断ですか、どこの部署の判断でしょう。それは言えないんでしょうかね。今お答えはいたしません。どこの部署の判断でしょうか。会社としてではなくて、どこの部署の部門長あるいは取締役会まで上がっているのか、その辺というのはどなたの判断なんでしょう。それについても回答差し控えさせていただきたいと思います。読売新聞の伊藤です。ちょっと1点だけ確認なんですけど、先ほどこの来年度内の、汚染水処理を達成できるというところで、その理由として、まだ期間があるというご説明だったんですけど、これについては、この J121 期にある汚染水を仮にまた再処理しなければいけないとなったとしても、まだ余裕があるという、
そういう理解でよろしいですか。その程度感の問題というのはございますし、あれですが、まあ、いずれにせよ一回アルプスを通していくということによってリスクを低減していくということを目指しているわけですから、まあ、それを実現していくということで考えております。そもそもの計画がこの年度内に達成するというそもそもの計画ですね。それがまあ元々余裕があるというか、まあ、仮にこの J1 に21期に入っている汚染水を再処理しなくてはいけなくなったとしても、それでも余裕があるというか十分その年度内にできるような計画になっているということなんでしょうか。もともと余裕があるというふうには思ってございませんけれども、まあ、ストレッチな目標であるというふうには認識しておりますが、まあ、それを達成すべくさまざま準備をしようとしているところでございますから、そういう意味から言って、来年度いっぱいということを言っている中で、まあ、現時点で旗を下ろすということではないかと思いますけど。そうします。まあ、特に現状の計画をなんか見直す必要があるとかないとか、そういうことはどの程度言えるんでしょうか。そうですね、特に現状の計画を見直すということではないかと思います。現状立てている計画をやはり着実に実行していくというところで達成していきたいと思っておりますが。すみません、ちょっと計画そのものがどういったものかということをちょっとまだ不勉強なところもあるんですけど、来年度中に処理が終わるというのは何月までに終わるとかというものもある程度具体的に見通しを立てているんでしょうか。そこまで具体的に議論しているわけではありませんけれども、来年度中に達成できるようにということで処理の能力を拡充していこうという考えです。あと、もう一点確認なんですけど、まあ、AC も一緒に今止めているということなんですが、なんか福島の方の説明ではもうその再開に向けた準備も進めているような説明があったようなんですけど、そういうことでよろしいんでしょうか。ちょっと言葉のニュアンスがどうかというところはありますけど、私もこの場で言っている通り、まあ、原因の把握状況にもちろんよるわけですけれども、まあ、現状を見ていく中で A と C というのが、まあ、特に支障がないというようなことであれば早期に運転していくというオプションは当然ありえるわけでございまして、そうしたことも視野に入れているわけですから、そうした視野の中で必要な準備は並行して進めていくというのはありうべしだと思っておりますが。分かりました。じゃあ、まだご質問追加ですか。はい、じゃあちょっと簡潔に、ちょっと時間ずいぶん長くなってますので簡潔にお願いいたします。フォローアップの質問なんですけれども、地下水1000トンぐらい1日に地下水の出る場所だというふうなことは前から伺ってますが、そのうち400トンが、建屋の方に流れているというふうに伺ってますけれども、それが汚染されるというふうに考えてよろしいんでしょうか。そしてその、冷却のために使っている水というのは、地下水を循環させて、サリーで処理してセシウムだけ除去して使っているという、そういう理解でよろしいんでしょうか。そうですね、どう申しましょうかね。まあ、厳密に言うといろいろあるんですけど、大口にはよろしいんじゃないでしょうか。そういう理解で、はい、大まかにはよろしいということなんですか。はい、そうしますと、そのうち、どれだけ、循環させていて、どれだけタンクの方にっていうのは分かるわけですよね。そうですね、分かります。そうすると、新しく作っているタンクとかそういう計算はできるわけですよね。満杯になるとかならないとか、その辺がちょっと先ほどはっきりしたお答えが出ない。この話は、まあ、この場ではもう何度もしている話でございまして、おっしゃる通りで1日400トンほど地下水が入ってきますから、系統全体の中のインベントリーの増加というのは1日400トン分だということになるわけです。
で処理して炉心に注入している分というのはその水を処理して入れているわけですから、これはいくらたくさん入れようが同じところをぐるぐる回っているわけですので、これはインベントリーの増加には影響していない。インベントリーを増やしているのは地下水の流入であるということですから、地下水流入に相当する分に追いつかれないようにタンクを作っていくということが必要ですから、タンクの増設が追いかけっこになっていて、したがって、苦しい追いかけっこを続けているというようなことであります。数値的には難しいってことですか。ですからその作る速度と追いかける水の関係で、作るのをやめれば追いつかれますけど、作り続けてるから追いつかれないという関係にあるんだと、そういうことです。でその状況というのは折に触れて道路マップの折などにタンクはこれだけあります、水はこれだけありますというようなことをお示ししているわけです。それは継続的にご覧いただければわかるかと思います。その1号機から4号機の地下はこうもうつながってしまっていると考えてよろしいんですか。ちょっと意味がわからないんですけど、トレンチと言われているのは水が大きなプールっていう意味じゃないんですけど、1号から4号のタービンの地下というのは、大きなプールとして、パーツパーツではあるけれども一つの塊と思っていいんでしょうかというご質問ですか。お互いに お互いにということで言うと、そのつながりが強いのは、3号と4号のプールのつながりというのは比較的強いです。それから、2号と3、4号側はあまりつながりはありません。それから2号と1号のつながりというのはあまり強いつながりではありませんが、全く無関係というわけではないということです。地下水流入した地下水が汚染されるのはトレンチに溜まっている水と混ざるからだけではなくて、ひび割れている格納容器の中に入ってでメルトダウンしている、燃料に触れてまた外に出ると、そういうことのプロセスの中で汚染されているということですよね。それは違います。それは違う、はい、地下水が入ってきて、コアまで行くというのは流れを遡っていく格好になりますから、それはありません。そうするとやはりトレンチにある高濃度の汚染水、トレンチというかタービン建屋の地下というのがいいかと思います。そういう水と混ざってしまうから汚染される、はい、ということなんですか。地下水そのものはきれいであっても、溜まってプールのように溜まっているタービン建屋の地下の水は汚いわけですから、きれいな水も汚いところに混ぜれば汚くなってしまうと、うん、そういうことです。その凍土壁に何か大きな希望を持たされているんですが、どのぐらい進んでいるんでしょうか。設計とかそういうものはまだ工事が始まってないのは分かっているんですが、どのぐらいまで行っていつから工事が始まるんでしょうか。凍土壁に関しては現在適用が実際にうまくいくかどうかということに関する試験が国において行われているところということです。ですからそのフィジビリティスタディと言っておりますけれども、それの結果を踏まえて次のステップが決まってきます。どこでどんな試験をしているんでしょうか。発電所の中に、敷地の一部で模擬の小さな凍土壁を作る試験を今まさに行っているところです。その発注したのは鹿島とでよろしいんですね。いえ違います。違うんですか。はい。どこの会社ですか。国が発注しております。いやごめんなさい、受注した会社。はい、それは鹿島でございます。それはもう発表されてよろしいんですね。それは高知のことです。え、高知のことです。はいはい、いやかなり早い時期で答えられないというようなことでしたので、それはちょっとあれですね、受注した後については高知になってるかと思いますけど。わかりました。はい、よろしいですか。先ほど木野さんの方からご質問ありました、その H6 のタンクの調査の件ですけれども、まだこの段階でご報告ができていないということについては大変申し訳なく思っております。何度もご説明しているかと思いますけれども、社内の監査の部門で、今もまだ引き続き調査をしておりまして、調査非常に難航しているということもあって時間がかかっております。
まあ、ご報告できる状況になりましたら速やかにご報告をさせていただきたいと思っております。それでは、本日の会見はこれで終了させていただきます。長時間どうもありがとうございました。